今回は弁護士なのに数学者であるビエトさんの公式を使って ESP32 で円周率を求めてみましょう。皆さんこんにちは、まさやんです。スケッチの解説をする前にビエトの公式を簡単に紹介していきます。ビエトの公式は円周率の近似値を求める計算式ではなく、解けば解くほど円周率に近づく性質を持つ公式になります。仕組みとしては半径を1として書いた円に内接する長正多角形の面積は円周率になるというものです。ビエトの公式をプログラムとして扱いやすい式に変換するとこのようになります。それでは ESP32 用にスケッチを書いてみましょう。こちらのスケッチはビエトの公式を使用して30回計算を行い、それぞれの計算で求めた値をシリアルモニタで表示させるものです。ここではダブル型で変数の宣言と初期値を入力しています。ダブル型で宣言した変数では小数点以下の数値を扱えるようになるので覚えておきましょう。ここでは公式を用いて計算しシリアルモニタに表示させるプログラムです。今回のスケッチでは計算結果を1回だけ表示させるようにしたいので、セットアップ内で全てのプログラムを完結させています。ですのでループ内は何も書いていません。内容はシリアルビギンでシリアル通信の開始を宣言します。続いてフォー文を使って30回のループを行います。ループの内容は先ほどのビエトの公式を30階層で行い、階層ごとの計算結果をシリアルモニタで確認できるようにシリアルプリント命令で表示させています。さてこれを書き込んでいきます。命令や書き込み方などがわからない場合はこちらの動画で解説を行っていますので、ぜひ参考にしてみてください。書き込みが終わったのでシリアルモニタで確認してみましょう。円周率が出たものの小数点以下が2桁しか表示されていません。さて一度スケッチに戻ってこの理由を説明します。シリアルプリント命令では小数点以下2桁がデフォルト設定のようです。ですので変数の後にカンマで区切り100と入力して試してみます。これをテストすると円周率らしき数字が階層ごとに精度を高めて表示されていきます。ちょっと待って、これ50桁ぐらいから後が全部ゼロになってないか。天の声が聞こえてきたのでこれも解説します。一番最初にダブル型を使用すると言いましたが、ダブル型には格納できる容量、つまりビット数が決まっています。ですのでここに表示された数字もある一定の桁数以降は信頼性が落ちます。それじゃあ円周率を求めるという利用をしようとしているのにロマンのかけらもねえな。さてこの問題を解決するためにビッグナンバーライブラリという超多桁計算用のライブラリを使用してみましょう。ダウンロード方法は緑色のコードをクリックしてダウンロード ZIP を押せばダウンロードされます。アルデュイーノ IDE のスケッチライブラリをインクルード、 ZIP 形式のライブラリをインストールで、先ほどダウンロードした ZIP ファイルを選択すればインストールされます。超多桁ライブラリを使用して便利な機能も搭載させて作ったのがこちらになります。ライブラリ作成者のサンプルプログラムも参考にさせていただきました。ライブラリを作って公開してくださっている方には感謝しかありませんね。まずはそのライブラリをインクルードします。ここではビエト公式の反復回数と最大桁数を設定します。シリアル通信を宣言して開業を入れておきます。ビッグナンバービギンはこのように書いて、先ほどの桁数設定の変数である300桁と宣言します。ここではシリアルプリント命令で計算中と表示させています。ここの F をこのように入れることで直接 ESP32 のフラッシュメモリから表示させられるようになるようです。これをすることで ESP32 のラムメモリの節約ができるとのことです。ここでは計算結果を比較できるように実際の円周率を500桁ぐらい書き込んでいます。スタートとフィニッシュの間に円周率を計算させるサブルーチンを挟むことで実際に計算でかかった時間を算出させるようにしています。ここはサブルーチンで計算した数値を表示させるためのものです。計算にかかった時間を表示させるために線で割ってミリ秒を秒に変換しています。ここでは
実際に南角形の面積から円周率を求めたのか表示させるために計算をしています。円周率を求めるためのサブルーチンはこちらにあり、先ほどの計算と同じ方法で算出しました。最終的にリターンの引数としてサブルーチン呼び出しの π という変数に引き継がれます。それではスケッチを書き込んで動かしてみましょう。 ESP32 のリセットボタンを押すと計算が始まります。多少時間がかかるのでスキップします。31秒ほどで300桁の計算が終わりました。南角形から求めたかお伝えしたいところですが、桁数が多くて読み方が分かりません。肝心な円周率ですが、最後の4桁は計算方法の都合上の問題で間違っていますが、300桁まで求めることができました。反復回数を多くして設定桁数を増やすことで、より大きい桁数も求めることができるようになります。今回は本来できない桁数の計算をビッグナンバーライブラリで計算してみる試みでした。円周率の計算方法は他にもたくさんありますので、視聴者様が改造を行っていろいろな計算方法で試してみるのも面白いと思います。今回紹介した ESP32 やスケッチなどは概要欄に購入先のリンクやダウンロードリンクを掲載していますので、ぜひ同じものを作ってみてください。それでは今回も最後まで視聴していただきありがとうございました。